こんにちは、じゃんじゃんです。はい、まあ、動画も出しづらい状況ではあるんですけども、まあ、これは取りだめているものなので、それは出してなかなか外に出られない皆さんの中でですね、うちで少しでも暇を潰していただけたらいいなと思うことで、楽しんでいただけたらと思うことで、動画は残っていれば出そうと思います。で、今後なんですけども、まあ、変わる何かを楽しいことをですね、動画でできたらなと思って、今磯さん、吉木さん、そしてスタッフみんなで話し合ってますので、変わる何かを動画で作れたらいいなと思ってます。というわけで、残っている分は補足しますので、その分は楽しんでください。では本編どうぞ。おはようございます、ドラゴンテステーションのジャジャンです。土砂降りの中並んでおります。79番で抽選引くんですけど、最近抽選いいから抽選よく一桁とか引いてみたいですけど、一桁引いたら左で負けるから、ちょっと二桁ぐらいで、よいしょ、お願いします。よいしょ、おっ、型破り。おはようございます、お願いします。ウルトラマン撃っちゃう、ウルトラマン撃っちゃう、ウルトラマンいいな。ではちょっと最近ちょっと離れてたんですが、ウルトラ兄弟行こうと思います。確保。おはようございます、スロバテステーションのジャニャンです。はい、本日やってきてますのは、東京にありますマルハン新宿東方ビル店さんにお邪魔しております。トッタキシュ、久々のウルトラ兄弟、相性が動画上ではいいです。プライベートでは未だにラッシュに入ってません。はい、何回ラッシュ入ってないかなって考えたら10連ぐらい入ってないんで、そろそろ仲直りしたいと思ってます。で、今日撮ってみたんですが、最近の自分の収支もあるので、まあ、プラスを目指せる台かつ、まあ、段級ロックで相性が良かった台ということでウルトラ撮ってみました。あと今日ね、めっちゃ寒くて、久々にタートルネック出しました。雨でちょっと気分は朝起きたらどんよりしたんですけども、大当たりの波で気持ちが晴れて帰れるように頑張りたいと思います。合わせてミッションもございまして、ミッション内容が承知。どうも、ジャンジャンです。前回きついミッションを成功したのもつかの間、新しいミッションが追加されました。今回はメインチャンネルと合同ミッションになっていて、ミッション成功で豪華な丸々島に、ミッション失敗で過酷な無人島に連れて行かれちゃいます。今回も厳しい内容ですが、皆さんに面白い動画をお届けしていきたいので、応援よろしくお願いします。ガタエブリー。期限が結構迫ってまして、チャンネル登録者数といいねがちょっと危ないかなと思ってますので、ぜひぜひご協力いただけると嬉しいです。お願いします。というわけで行きましょう。いつものマルハン新宿東方ビル店さんで、勝利の星に向けて型破り、型破り。はい、それではウルトラ6兄弟、動画上だとあれですよね、直営店で打った以来だと思います。で、今日カスタムするって話だったんですが、ここ色保留チャンスモード、これをオンにしたいと思います。灼熱にしちゃうともう大当たりの行こうなっちゃうんですけど、チャンスモードは変化して色がついたら 50% と結構楽しいので、これつけます。 OK、 じゃあ行きましょう。はい、まあ、第2期稼働中なのでスペックは大丈夫かと思うんですけど、319分の1のミドルタイプで、ウルトラ6兄弟ラッシュ突入が 50%、まあ、とりあえず入れたらラッシュ入れちゃえば85% 継続プラス 70% で1500来るので、まあ、そこにいかに早く入れられるかですね。あとは演出楽しめるよりだと思います。あれ、変化するんじゃない。あー、変化してないの。もう一丁変化したら 50% です。これが面白いですよね。色保留変化は色がついたら一応 50% あります。これモード入るんですけど、これガッツ星人がデフォルトで 10% なんですけど、たまにキングジョーの時があって、キングジョーだったら 65% 熱いんですが、これはガッツ星人ですね。いや、でもチャンスですよ。保留赤がいいな。
ワーニング色紫チャンス軍とかないあーこれなんだよなまずいパターン巻き物とりあえず 30% かい赤これ金がいい金で金赤かまあ京都は行くんですけどいや京都行くんですよこれセブンアルティメットアルティメットあデフォルトだこれだと20スーパーで星3だもんなでジャックこのまま行っちゃうんだったらあもう一回あの張り紙欲しいですよね張り紙でウルトラの星以外だったら 75% 以上あります負け物来ないのこれ大丈夫だカットインこれがあの典型的な色保留変化で外すパターンですねで最後のデバイスが赤だったらたまにあるかなぐらいあー白い復活シャーンとか昨日生放送だったんですけどご視聴いただいた皆さんありがとうございました面白かったっすでも5000件コメントをいただいて嬉しかったですああいうのね定期的にやってたら僕もいいなと思うんでまた次回あったらご視聴いただければと思いますで始まるちょっと前ぐらいからコメントいただいてたんですけどまあショックだったのが磯丸よしきの宣材写真はいつ見てもかっこいいけどじゃんじゃんブサイクじゃねってあって誰あの画像を使ったのいや別にさいいんだけどさもうちょっとあったじゃんって思うんすよ毎回すごい顔してるもんねなんかみたいな顔してるからちょっとあれがたまに店舗さんに僕貼られてるとちょっと恥ずかしくなるんで撮り直したいやっぱさ画像に映るものって大事ですよねあれ一生残っちゃうからなサムネの顔もやばいって結構書かれるんですよやっぱもともとね元がこの顔だからしょうがないんですけどたまにカメラマンが悪意あるんじゃないってぐらいすごい顔をしてるとこ抜かれるんですよねあれは何なんですかねやっぱ笑顔が見えないいや笑顔は笑顔だけどさなんかこれぐらいなら全然いいんだけどさみたいなさそこ撮るのみたいなびっくりするいや僕はYouTube 上がったら必ず自分のは見るんですけどたまにその見ようと思ったサムネにびっくりすることがあって編集者に問い合わせますよねなんでこれなんつって一番辛かったのがそれしかなかったって言われるのが一番辛くてってことはあのカメラの中であの顔が一番ベストだと思ったんだって思ったら顔変えたくなったっはい 50% これだよウルトラマンホリューとこのニュースに触らせてスーパーのこの時にこれが熱いこれが面白いんだよ色保留チャンスモードさあこれも金で色は赤いいですねよいよ赤もう赤もう赤これ擬人ないのかなもしかして擬人でいくかあ直でウルトラマンいったセブン上出てこい上出てこいこれタイトル大事ですねセブン直で行った場合は赤が金しかないですタイトル赤赤 OKOKOK これで 50% どこあバードンゾフィーですねリーチはいいよここの期待度が弱いですけどでも今赤保留だから
これカットインがもう金とかオッケー当たったと思います。ゾフィーの金カットイン確か 90% だよ。いやこれはもらった、さすがにもらった。デバイス赤ならもう完璧。どっち、いや大丈夫でしょう。よし今のは完璧、綺麗だった。いやいいっすね、ゾフィーの金カットインは安定感がある。でここで久しぶりのラッシュをやりたいので切ってください。変わってくれナダー、切れ、切ってくれ、切らない。いつになったらラッシュができるんだ。あとりあえず初当たりはゲット、156回転投資8000円ですね。僕このトータル 55.8 分の1を140回転スルーしてるんですよ。そろそろ当たっていいと思うんですよね。勝てよ。でこの色変化、色保留チャンスモードにしてるとここでも該当になります。点滅でも熱いです。もっともっと、まで行った。いいよ、キス先輩。ゴモラとかレッドキングがいい。あー、タイラント、タイトル変わらずか。ここで本戦、太郎たまにはいいとこ見せようよ。あ、違う。当てる気ないもんな、ジャック。いや頼むって。エース太郎、あこの時点で違うんだよな。ウルトラマン、ジャック、同じウルトラマン4人でもいいんですけどね。引いてないかな。宇宙恐竜 Z、 まあエースはしょうがないわ。ウルトラマンと太郎で何とかしてほしい。赤にはならないですね。強化トイン、ジャックかい。いやまだエースがいる、まだエースがいる。エースウルトラマンですよ。ウルトラマンでは一番強い。とりあえず赤いカットイン、ここ、あーよえー。ウルトラマンに考えてほしい、みんな。あの今まで数々のシリーズあった中で必殺技を伴わないキックで倒したことがあるかってことを今一度考え直してほしい。あ、そうこれ当たれ。復活はないよね。はい、記録更新11連目単発更新です。次行きましょう。次、まあ、みんなウルトラマンにはちょっと反省していただきたい。はい、では2枚目。なんか1万円ごとに1回初当たりが来るペースがいたら全然いいっすね。お、点滅でも OK なんです、ウルトラマン。行こう。これで 50% ある。赤、あ、緑、金、おっしゃおっしゃおっしゃ、これいいよいいよ。あいつらか、色、紫、赤までいってほしいですね。あ、いいよ3点で、これ3図柄だったらラッシュ濃厚なんで熱いですね。
エース、まあまあこっから最強リストどうしな。紫保留が気がかりだけど。あ、切った。オッケー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 。これで、あ、チャージ中、まあここで最強リストどうしかですね。いや、顔出てきてほしい。あ、デフォルトはまずいな。デフォルト怖いっすね。しかも期待度3なんだよな。あ、いったこれ来ました、6強台3倍。いやー、これはあるぞ、これはある。これで 65% っすね。欲しい4つ。これ 4.5 だったらチャンスアップですね。いや、最強リーチはあと何か1個欲しい。赤デバイスは、いや大丈夫でしょう。うわーってやっちゃったか。やっちゃったかな、復活ないかな。うわー止まった。やってしまいました。今欲しかったな。最強リーチ行って、まあ、大事なのは何か1個でもチャンスアップ絡むことなんですけど、いや最後デバイス赤だったら当たってましたね。あれ3枚目。いやーちょっとここら辺から怖くなってくるな。ウルトラマン、このテンパにすればいいっていうのは楽しいよな。ネクソ、ウルトラの星に帰りすぎじゃない？みんな諦めるの早いですよね、ウルトラマン。4枚目。いや帰ってくる見込みは全然ある台だけどさ、ちょっと勘弁してほしいな。これ運命の5枚目ですね。パチンコ機がね、もし感情を持ってくれていたらしょうがないから777とか800で当ててくれると思うんですよね。こやつ機械だからな。もしも感情を持ったならって曲作りたいぐらい。優勝時の赤 61%。 いや、これは大丈夫、これ外しちゃいけないやつ。あー、資金、これも6回超えてます。これよく絡みますね。あ、まだギジル、まだギジル。あー、3倍いいですね。金、オッケーオッケーオッケー。あー、もう金捨てちゃん、てんこ盛り。はい、あー、ビッグバン、激安、当たりはなしです。いや、これもらったんじゃないですかね。てかもらいましたよね。エースなんで、これおそらく6兄弟いきますね、赤。いや、これは大丈夫だよ。これでこのスタンバイが赤の方のどれかに変えてくれたらもう文句なし。エーススタンバイ OKOKOK、 いよいよもうビッグバン絡んでハイパーセブンフラッシュ絡んだらもう完璧ですよ。文句ない、全然もうここまで全く文句ない。で赤ずからね、ただチャンスアップ1個欲しいですね。デバイス赤だったらもう完全に安心させてくれます。赤でしょ、赤どでか、赤どでか、 OK。 デバイス赤だったらもう完璧、もう赤どでかも 66% なんで頼むよ。キレッ、よっしゃー、やっとラッシュ、完璧
けでしたね今。ありがとうございます。いやこれ嬉しい、ネバタ帰りました44,000円。長かったわ、789回転。粘った先にはラッシュがちゃんと待ってました。ありがとう。しかも6兄弟バトルモードで、初代モードも面白いんですけど、初代モードが生かされるのはやっぱ7-2ですね。全然まだまくれる射程圏内です。この一撃性能はすごいですから。いや久しぶりだな、やるの。12,500立てばもうプラス1。あと違和感探すも楽しいですね。ここのボーナスの V を見てたらたまに光るんですよ先に。そしたらもう渡り濃厚ですね。とか6兄弟の曲に変化したとかいろいろあります。いいよ、煽ってるよ。赤 OK、 レッドモーティーでも 95% です。まあ、この速さでもう出てくるから大丈夫。はい、さよなら。この速さよ。いやこれをやりたくて打ってんだよな。7割10ラウンドですね。7割の方にいてほしい。よいしょ、5打ってないけど7318、初っ端から引きましたね。続くことに意義がある。あん時の感覚を思い出せ。で確率ですが、あ、バイブった、当たりますね。ちょっとスペック説明しようと思ったんですけど大丈夫です。デバイスダイバー外さない。まさかの保留連でした。早いよね、10ラウンド。でかい、でかかった。ここのエアバイブが気持ちいいんだよな。ちょっとハマった分楽しませてもらいましょう ST に。でここ V が開くまでインターバルあるんで、狙えって言われたから打ち出して大丈夫です、間に合います。ずっとね振り分け負けしなかったらあっという間に増えるんで、この1000、あの10ラウンド1500発を取るのが大事な理由として、アタッカーのこぼしがないんですよ。で下取っちゃうとあのこぼしがあるので、それを回避できるっていう意味でも1000、あの10ラウンド1500発するのが大事になってきますね。10ラインぐらいはザラにする。であの保留1個とか残り50になるとあの煽りが必ず発生するんで、そこはあの信頼度高いとか思わない方がいいですね。ここは必ず50回転目に差し替えるとかも必ずテンパイします。で当たってればいいんですけどね。さあ後半はこれ抜けるのも早いから油断できないんだよな。こっからバトルですね。 OK、 テンパイしてね。するよね、するよね。フェイス落下で 53% ぐらいですね。敵が大事、敵。あ、タイランとか星の数大事です。変われ、あー変わんない。ジャータローが欲しい。チャンスのウルトラマン太郎、ジャック。はい、ここ、ここ、あー、ジャックか。いや、いけないことはない。いけなかった。ラッシュ中とはいえちょっと全部ジャックだと弱いですね。最後まで諦めんなよ。諦めんな。あー、3回目が欲しかったな。こっくやは勘弁してくれ。ここはウルトラマンがいない。ここ6兄弟いたらもうザンホル読んで大手濃厚なんですけど。あー、ダメだ。
逆に2連のうち1回でも1500を取れてよかったと思います。そう思う。なんて前向きなんだろう。だから養分なんでしょうね、僕ね。ちょっと1回吐いてくるね。全集中。6の方。投手。この生活をかけた一撃に全てをかけます。おお、バイブットある。白でも 50%、 しかもこれ保留変化と絡んでるんで、もうこれにかけよう。いや、これは熱い。紫まだ書いてくれるでしょう。いいよ、どっち。ウルトラになってほしい時で。あ、ウルトラではないんだ。あ、オッケー、55%。今んとこ文句ない。誰が来るか。セブン、オッケー、熱いですね。何が来る。きった。これなんだ、今のやつ初めて見た。あれでウルトラマンアップがある。激アツです。初めて見た。赤、ここで赤はいい。抵抗はやめろよ。 OK 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 OK。ラッシュぶち込みましょう。ぶち込むぞ。しかも奇数だから体感上がりやすい。7 7 7 7 7 7 7、切ってくれ切ってくれ。あ、そこは 50% 取れないのか。いや、もう関係ない。入れる、入れます。そして54,437回転。でまだ今持ち玉若干とパッキー6000残ってるんで、それは打ち切って、もう負けるなら潔く負けようと思います。なんとなく初当たりも軽くなってきてるし、なんかまだ一発あるんじゃないかなと思ってます。なんか今日動画なんかなかなかとなってしまって申し訳ないんですけど、ちょっとジャンジャンのまくりまでちょっとお付き合いください。すいません。点滅保留来たよ。点滅保留も OK です。持ち玉だよ、頼むよ。これ7まで行くんじゃないか、これ。あ、ネクストか。そうだった、俺カスタム外したんだった。ちょっと全保留にヒリヒリしたいからカスタム外しました。ヒリヒリしたいからって日本語おかしいか。ヒリつきたいから。あ、いいよ。あ、バイブだバイブだバイブだ。78% あります。白でも熱いのに。色は緑、まあ、全然上がりますね、ここから。いや、赤バイブが熱すぎる。赤バイブってなかなか外せないし、3点敗だし、金だし。いや、これはいいぞ。誰、あ、これ最強率飛ぶかもしれない。激アツ、あ、出てこない。これビッグバン、待って、めちゃくちゃ熱い。誰、エース、あ、そう、エースよね。いや、これはおそらく最強リーチに飛ぶと思われます。あ、赤いいですね。京都、さあ出番だ。
これは外せない。オッケー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 、言うよ、赤。星さん、もう一人、誰か、誰かこっち入ってくれ。ウルトラマンエース、チャンスアップ。エースのまま行くのか。ここだ。よし、二人いる。ドデカの赤で、ドデカの赤で、ドデカの赤。オッケー、あるぞ。やらせてくれ。見ててください、まくります。投資56,088回転、3連敗、3度から大谷はラッシュです。待ってた。型破りな実践になっておりますが、もう少々お付き合いください。しびれたこれはやばい。ちょっと頑張ろう、マジで頑張ろう。ここに吸い込まれていった球たちを空室に向かいます。全部全部銃で来い。かわれ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 。休憩。いいよ、太郎の時点でこれゴモラなんで熱いんですよね。買われ、星買われ。あ、買わないけど、まあ、この時点で十分強攻撃。うわ、ジャックか。太郎はジャックでもいける、いける、いける。よしよし、単発じゃなかった。いや、太郎とウルトラマン頼りになるわ。銃、全部銃、全部銃。バイブってなくても銃ある。まあいい、まあいい。変われ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 。よし、怪獣接近中でテンパイした方が通常でテンパイするよりも熱いです。ゴモラなんですけど、テンパイ時点で76% とかそれぐらい持った気がする。テンパイすればの話なんですよ。ゴモラ、ゴモラ、落ち着け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 って。まだ30ある、まだ30ある。テンパイ静かすぎるぞ。いや、これ待って、これ点滅頑張れ、点滅頑張れ。頑張れないのか。キリもミキック決めてくれ。誰も倒してねえじゃん。いや、いいねー。いらっしゃ、左打ちに戻してください。おお、シャーです。あー、悔しい。時間も遅くなっちゃったんで、おとなしく地球へ帰還しようと思います。ちょっとね、囚われたままの6人の行き地をいつか取り返そうと思います。ありがとうございました。型破り、お疲れ様です。もう投資1万4000発ぐらい、回収560個、桁が足りねえそう、今日はもうおとなしくちょっと帰ろうと思います。ウルトラマンのでもジャックとエースかな、あの当たりをお見せできたのは、普段打ってて当たんないなと思ってるリーチにちょっと希望を見せてきたんじゃないかなと思います。もうこれはもうリベンジ案件ですね、間違いなく。ちょっとウルトラの星から回収してくれると思います。はい、まあ、ミッションもありまして、まあ、少しでもご協力いただけると本当にありがたいです。ちょっとあの、すいません、ちょっと ST とかラッシュ分けでちょっとまだ心臓がバカバカしててちょっと頭回ってないんですけど、はい、次こそは期待してください。ありがとうございました。期待します。
キゴケのかっけーナナでしたよ。あなた勝った勝った勝った、よかった。こういう展開久々ですわ。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。かたえぶり。